マドンナ、鈴木杏樹の意外な過去とは。ナレーター、キートン山田が今回で番組を卒業。ローカル路線バス乗り継ぎの旅 Z。テレビ東京では12月26日、と、夜6時30分から、ローカル路線バス乗り継ぎの旅 Z 第15玉、紀伊半島ぐるり、高野山伊勢志摩悪魔の鼓動、触れ合い珍道中、を 3.5H のスペシャル拡大版で放送いたします。2017年3月からスタートした田中洋次&和田圭介コンビによる新シリーズ、ローカル路線バス乗り継ぎの旅 Z。新シリーズになっても台本なし、仕込みなし、アポなし、ガチンコ旅は変わりません。第15弾となる今回はマドンナには鈴木杏樹を迎えて3泊4日でゴールを目指します。和歌山県高野山の観光玄関口、高野口駅前をスタートし、チェックポイントの賢島、伊勢島、湯の峰温泉、熊野古道を通ってゴール潮の岬を目指す、ぐるっと紀伊半島一周旅。途中には世界遺産伊勢島の海絶景&熊野古道、旬の美味しいものも盛りだくさんのルート。しかし、今回も、バスがない、宿がない、過酷な歩き、超絶トラブルが連発。バス旅の厳しい洗礼が3人を待ち受ける、田中洋次&和田圭介、そしてマドンナ鈴木杏樹は数々の試練を乗り越えて、ゴールにたどり着けるのか？ハプニング必至、3泊4日のアポなし珍道中をお楽しみください。そして、長年番組のナレーターを務めたキートン山田が今回でラストとなります。お聞き逃しなく。出演者コメント。田中洋次。ゴールがまさかの道県内とは意表をつかれました。パッと見、チェックポイントも近畿南部なので近距離に見えますが。これがクセ車、僕らに簡単なルートなんか与えちゃくれませんよね。いつもながら、迂回迂回でちっとも進まなかったり、休む暇もなく乗り継ぎが続いちゃったり。そして日が暮れると、まだ進むべきか、ここで宿を探すべきかと揉めながら悩まされました。今回のマドンナ、鈴木杏樹さんは意外にも地図を見るのが得意な上に健脚でとても心強かったです。そして、僕らと違ってお話し上手と来たから、今回の3時間半の放送時間は彼女のトークで十分に楽しめると思います。意外な過去が明かされます。果たして、彼女は3連勝の女神となるのでしょうか？今回もミラクルはあるのか？乞うご期待。羽田圭介、お試しであった特別編も含めれば、バス旅 Z、ももう丸4年やっていることになる。始めたばかりの頃は、10年弱くらい続けて、その間の自分の成長記録にでもなればなぁ、と思っていたが、しばらくバス旅というゲームにおける成長は乏しいままだった。しかし最近になってようやく、何が無駄な行為か、何が必要な行為かがわかるようになって行き、そこから逆算し淡々と行動するようになってきた。寛容な田中さんやマドンナの方々相手に、己のある種のわがままさを見せつける機会が増えてきて、今回はそれがかなり発露された。旅を終えた翌日、帰路で穏やかな時間を過ごしながら、自分はなぜあそこまで気が急いていたのだろうか、と愕然としていた。今回はそれほどまでに、真剣さに満ちた旅となっているので、ぜひご覧あれ。鈴木杏樹、今回の旅は、私がこれまでに経験させていただいた旅番組の中で、最も過酷で、苦行や試練といった言葉が脳裏をよぎった旅でした笑い。想像していた以上に、頭を使い、機転や判断力、気力、体力はもちろん、覚悟も要するなかなかサバイバルな旅でした。もう無理だ、と音を上げてしまいそうに聞こえそうですが、そこは共演者の田中洋次さんと羽田圭介さんのお人柄と絶妙なコンビネーションに救われ、街で出会う手を差し伸べてくださった人々との出会いも温かく、そして何よりご一緒したスタッフの皆様のチームワーク力が素晴らしくて、そんな皆さんに支えていただいた旅は終始楽しくて、4日間で旅が終わってしまうのがとても寂しく、5日目も6日目も、旅がずっと続けばいいのに、と心底思いました。私にとって一生忘れないとてもドラマチックな旅になりました。番組のファンの皆様にも、そのあたりのドラマチックさを楽しんでいただけたら、ありがたいです。もう感謝しかないです。どうもありがとうございました。また機会があればぜひぜひ参加させていただきたいです。越山進プロデューサーコメント、現在8勝6敗、珍しく連勝中のバス旅 Z ですが、今回は禁断の紀伊半島に挑みます。
有名な高野山に伊勢志摩、熊野古道と観光名所がてんこ盛り。しかし、実はバスルートが繋がらない超難解ルートです。おそらく、バス旅史上最も難しいルートかもしれません。マドンナの鈴木杏樹さんは、こんな無謀な企画に全力で取り組んでくれて、意外なキャラクターの持ち主でした。当然、苦戦の連続ですが、今回はいつもより長い 3.5H の拡大版、最後まで目が離せない展開になっています。寂しいですがナレーターのキートンさんも今回がラストなので、ぜひご覧ください。